さて今回は新曲ですね。新曲っていうか思いつきで遊んで弾いてたら次の制作につながるものが見えてきたというか、でですね、それでですね、まずは987弦はカポダストはつけてません。987はカポダストをつけていない。そして6から6543に1弦ですね。この6つの弦は1フレットにカポダストをつけています。それによってできるキーがですね、あるんですよね。弾きやすいキーが。そうですね。まず最初に思いついたものをできる範囲で続けてやってみましょう。ではでは、いきます。そうやって繰り返そうかなって最初のところに戻ってね。これは 9弦目、一番低い弦ですね。一番低い弦の12フレットのハーモニクスを使っているものです。それから開放弦、 9弦の開放弦ですね、続いて使っていって、9弦と8弦を弾いて、それから6弦の方に移ります。6弦から4弦までですね。これは F のコードですね。カポダストをつけてるので E の E メジャーのフォームを使いながらですけれど、これは F のコードです。F のコード。そしてこれは低い弦ですね。8弦7弦の2フレットを押さえています。そしてこの8弦7弦の隣、6弦5弦は3フレットを3フレットと3フレットですね、押さえてます。フレーズですね。フレーズっていうかパッセージ、ギターのパッセージを1弦で弾こうかなって。
ちょっとアラビア風にしてます。低音は9弦の開放弦を使いました。まあそのぐらいですかね。これで何かいい感じの曲ができるような気がしてね。全然取れてないけれど、まあ即興、歌の即興、なんとかイメージしてたものとは違ったけれど、歌の即興難しいなと思いながら、とにかくこれで作れたらいいなってふと思って録音しました。使うかは未定です。とりあえず今作ってる生命を完成させます。全然進んでないけれどね。ではではさようなら。